してくれた。ヤーダロン、あやつは、あやつまで馳せ参じるとは。まずはヤツらからだ。狙いを定めろ。俺たちの三人が試し切りにはちょうどいい。緑星ドクロ爆発そう。相変わらず派手な真似を。せいぜい雑魚を潰して喜んでろ。何なのだこれは。なぜルフィの奴らが。拙者を離せ勘十郎。光月日和生存北の地か。ライオンの船が無傷で現れたと。あの船は昨日の夜私たちが直接爆破したんだよ。船はあったか。はい、確かにありましたが、一晩で修繕するなど不可能なはずだ。昨日の夜は俺たち気合入ってすっげえ盛り上がってたんだぞ。うーかっこいい。俺にぴったりだ。おいフランキー、これも使っていいぞ。いいのかルフィ。ああいいんだ。明日キンエモンの元に集まるのは4戦目、さぞかし壮観でしょうね。ん、どこへ行く。ちょっとこいつを鳴らしてくれ。はぐれんじゃねえぞ。何事だ。くそ、サニーが。この野郎、誰がこんなこと。なんてな。どこらの爆弾でサニー号を爆破しようと。アメーヤクロだ。からかったというのか。あったるめだ。あんなもんじゃびくともしねえ。まあ、もっとも帆は焼けちまったけどよ。そうか、そうでござったか。囚人採掘場の3500人は。イタチ港には犬嵐の獣死隊が200人。その全員が使えるほどの大量の武器もリンゴから届いてなきゃいけねえ。拙者不覚を取ったでござる。ルフィ殿すまぬ。拙者の不徳の致すところ申し訳ない。俺たちだけで戦うのか。そんな。あいつ何した。バカ野郎、爆弾なんて効かねえんだよ。船が壊れなきゃ海の中に炙り出してやるさ。無念、オロチの奴にしてやられるとは。